クリームムムどうも原田ケセムです。桜もぼちぼち葉桜といったところですが、今回はオープニングの BGM に小袋の桜を使ってみました。暖かくなってきてもカレーはうまいということで、今週もカレーのレビューやっていきます。それではどうぞ。この動画はカレーを愛してやまない私原田ケセムが全国47都道府県のお取り寄せカレーを紹介する企画です。今回のお取り寄せカレーはこちら、岐阜県青唐辛子カレーです。青唐辛子が1本丸ごと入っているとのことで、これはかなり辛いんじゃないでしょうか。早速調理していきたいと思います。今回はトッピングにハンバーグを焼いてみます。完成です。いただきます。うまいよ。ルー自体はシンプルなレトルトカレーといった印象ですが、丸ごと1本入った青唐辛子の酸味と辛さが後からピリッときます。苦手な方要注意です。今週の花だけチェンジ、今回はタッカレモンをかけてみます。もともと青唐辛子の酸味が強いので、今回のポッカレモンではそこまで味が変わりませんが、ハンバーグには脂っこさを和らげてくれるので合いますね。ごちそうさまでした。今回のカレーは辛さは青唐辛子がピリッと辛め、ルーは割とあっさりめなので、この辺にさせていただきます。今回の岐阜県で残りが17都道府県です。カレーに合うドリンクも募集中です。コメントお待ちしてます。今回紹介したカレーは岐阜県青唐辛子カレーでした。高評価チャンネル登録お願いします。次回は山梨県青い富士山カレーをいただきます。お楽しみに。君は一人じゃないよ、僕らがここにいるよ、いつも胸の中でずっと見つめ続けてるから、何もできないけれどこの